頑張る大輝。はい、初心者大輝の顔面蒼白プレイ。顔面蒼白プレイ頑張れ。顔面蒼白しないで頑張ってくれ。あーもう大変大変大変で、攻めろと、攻めろと。ああそうだね。で俺攻めるのに一番いいとこ知ってんの。地下あるのはどこ。地下あるのはそう、あの石油採掘所、そのまっすぐの、教えて。そのタンクあるじゃん、3つ、うん、白いタンク、その、うん、あの真ん中の、うん、あの建物から近いける、そのね、あのオレンジ2個の間にあるさ建物あるじゃん、オレンジ理解した、そこだな、そうそうそう、そこすぐ入れ、もうそこの先にめっちゃアイテムあるから、それも早いもん勝ちだから。入り口そっち、入り口こっちか、そうそうそう、こっちかと思ってこっちに降りた。それすぐ閉じた方がいい、それだけでも、あのでもすぐ下行け、すぐ下行け。これでも先越されてるかな。ちなみにここの地下って、うん、俺たまたまかもしんないけど、俺この間3回連続ヘビーアーマー拾ったのよ、ここで、うん、進め。だからもしかしたら本当にヘビアがめっちゃ落ちてる地帯かもしんない。落ちてるとしたら右の箱があった時、あのね、その左見て、ライト、あ、あるある。でここに、あ、入ってねえわ、あの海と入ってる。何このめちゃめちゃ強い感じの、これもうめっちゃ強いボックスだな。そのライフル当たってみると全部ついてるから、まあいらなくなっても他の武器と変えて。マシュアルいいね、もう遠距離武器しかないけど。これ何消えぬか、マシュアル消えぬのがいい。どっちが近距離、近距離は KN だけど、アタッチメントは ICR につけて捨てるのもったいないから、だからそこでバラしてから KN。 あ、待って、足音するな、上か。え、パラディンっていうスナイパーライフル拾ったけど、うん、俺絶対使いこなせないから、あのスタートボタンから全外し、全外しして ICR につけることをおすすめするわ。どうやって外すの？そこに四角、あの上、あの銃に向けて、そう四角押すと全部バラして、あの捨てた今ので。でそれにあの ICR にアタッチメントもう全部つけるのをおすすめする。あ、こういうことか。ああ、そう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 、うまいことを狙って。でね、スナイパースコープはつかねえからな、ちょっと総合残念だよね。で角間がもうそれ全部じゃない、あとあれストックついてんだっけ。あ、ストックは元からついてんのか。でそれで、KN を拾って、で、あとなんか拾えるもんあるかな。あ、グリップか、グリップつけよう。あのグリップそれただでつけれるよ、あの KN に。もうついてない、ついてない、ついてない。サークルの崩壊が始まる。もうないし。あ、デッサ拾いて。あ、そのアタッチメントつければ1個枠減るから、そこにつけて、あ、で角間がもうつけれるかも。オッケーオッケーオッケー。それで通信、ICR に2倍スコープつける。 ICR 武器三角で変えて、あ、そう、それにあのつければ OKOK、 めっちゃ枠開いた。あ、それあの外さないと、そうそう、クイック装備解除しないと拾えないから、もうそれも拾っちゃえば、もうから 拾うなら使う。うん、そうだね。それね、ちょっと構えながら出て、あの待ってるやつ結構いるから、その俺らが拾ったあと、それもう超不利じゃん。そこのさ、コンテナに体隠されたらお前だけ一方的に全身狙われるから、そうそうそう、やるならそういうアプローチ。そう、体出さない方がいい、あのそのコンテナに体隠して出てこられたら絶対負けちゃうから。足音、お前の、俺の、もう拾っとけば。それ何？あ、デッサン2個目。あ、じゃあデッサン1個使えば。2個あっても。これで安全に出られるぞ。で、一応、近距離は KN だから KN の方に変えて進め。それ ICR でしょ、今持ってんの。うん。音聞こえないってか。いや、聞こえる？ごめん、あの、全然。ちょっとイヤホン外れてて。そんなとこにいたらもうホラーだよ。
走っちゃえば、あのデスタつけて走っても相手からは超遠くで走ってるようにしか聞こえないから、うん、あの全然近くにいるようにはまるで聞こえないんで走って大丈夫よ。あの音鳴るけど音必要ないし、逆にいや、あのあこの中腰いる必要がないと思う、俺の中では。そういうこと。うん、逆にかく乱できるし、なんかすげえ遠くで敵いるなって相手思うだけだから。さあ残り51名で、一応範囲ないと。あ、範囲ないか。うん、だからまあ今は出なくてもいいかな。ただいやー、まあ十分だよ。アーマーとかはあともう一段階とか強くしたいし、そうだね、てかどの道さ1位になるんだったら戦わなきゃいけないから。うん、そうだ、あのじゃあもうガンガン行こう。そうそう、今あのもっと攻めてもいいかも。いいよ、お前デスタだから、デスタつけてるから堂々と走っていいよ。いや、死にされたくないっていう。なるほど。死にされるんだったら走ってた方がいいんだよ。うーん、死にされたならだな。まあ中腰ってね、意外とね遠くだとね分かりづらくて、立ってるとね、あの家いいんじゃない、あそこちょっと見てきても。あ、デスタなくなっちゃったね。デスタ使おうかな。ああ、まあいいね。もう使うんだったらさ、あのすげえ家立ってるとこまで行っちゃえば。もったいないよね、あんなところどうせ多分いないから。ってこと、ここ、ね、そうそうそう、そこのためだけにさ使うのはもったいないから、もっとなんかでっかい町を襲撃しに行きたくない。あ、いいね、お前偉いね。俺そこね、かなりあのなんつ横着してやらないわ。その右のドア開けたら相手もあるよ。気をつけてね。いいね、いいね、いいね。オッケー、安全そう。ファストマグと弾と OK やん、やっぱ。通知する、さらなる崩壊が予想される。指定されたセーフゾーンに向かえ。そこ出口かな。あ、まだある。あ、おー、いいね。医療用バッグがある。あれ呼び方わかんないけどな、これの全部入ってる赤箱使っちゃうか。2個あってもしょうがないし、外傷用。待って待って来た。構えろ構えろ。いや、お前それだったら、怖っ。なんだよこれ。え、俺行っていい？ダメ？デッサつけてるもんね。ああ、そうだね、デッサついてるから行っちゃえば。ただその銃をちゃんと向けながらね。あ、離れてってる、離れてってる。いいね、でもその離れてった、走ってった、追っかけよう。いいね、デッサついてるから追っかけちゃえば。一応気をつけた方がいいぞ、その青い線が青い線のさギリギリにいるやつがたくさんいるから、どっかで一旦落ち着けたらアウェアネスとデッサつけ、あ、でもあの家まで走っちゃえばデッサで。ない、ない、待って。じゃあアウェアネスだけつけて、これ音？音が大きくなる。で、外周キットも使っちゃうよ、1個。あの2個持っててもそれで少しでも生きながらえるんだったら、あ、それで大丈夫、使える。サークルの崩壊が始まる、セーフゾーンに向かえ。でもうどうせあそこの家まで行かなきゃいけないんだったら走った方がいいよ、絶対に。入っていい？難しい、そこはね。うん、足音する。もし入りたかったらコンカッション投げるとか。なんかさ、外にいるのも超危ねえからね、あの赤いそこの小屋に入るの入ってから考えようぜ。ちょっと一旦時間が欲しいから。弾取っ、え、待って、それ危なくね。ちょっと一応そこ、そう、怖え。上行くか。あ、いいね。お、え、待って、箱がある。おお、めっちゃ硬くなったじゃん。ただあのここでマジ気抜くとやべえな、これ相手見逃していったんだ。あ、もういいよいいよ、もうあと何も拾わなくて。ちょっと大事に生きろ。やるんだったら後ろのドア閉めた方がいいっすよ。待って、もうでもね、もう行きたい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 、もう行きたい行きたい行きたい、もう行きたい、早く行きたい行きたい。
いけー。いやーこれあのそのキョロキョロしなくて一個の方向入っていい？いいよ、入ってもう潜って、ただ結構すぐに息なくなるから。そうだね、そういう感じで、アウェーネスで音するから、もしいたら分かるから、もし仮にお前狙ってるやついたとしても停止してるやつしかいないから、今は恐れずどっか建物か、そのあ一旦そこ入ってちょっと一旦考えよう、そのあれがあれ通過させて、目の前の家に入りてえな。あ、ちょっと、あ、結構クラウドそれ。もう今は。目の前の家の横、そう、側面につけ。さらなる崩壊で、そこでちょっと待ち。指定されたセーフゾーンに。もう後ろはいい、後ろ気にしなくていいよ、もうその。絶対走ってるから、来たら。コンカッション投げて、中入ってもありだよ。ちょっと一旦落ち着きたいから。そう、もう今左がクソ怖いからさ。そうね、うん、まあただヘビあるから、一番強いライフルで発射されても死なないから、うん、あの今近距離だけとにかく考えた方がいい。近距離のことだけ考えて、そこをあのドア開けて入ればクリアリングして、クリアリングして入って、あ、入れ入れ入れ、まず入れ、 まず入れ、あ、外傷を使ってから入れ。いやいや、あの、かま、おぉ、ラッキーラッキー、外傷外傷、即外傷、まずか、出るな、そう、そこに いて、ちょっともう、いらねえよな。いや、アイテムなんかいらない、いらないから、家入れ。で、余力があったら拾えばいいけど、まずその辺の安全確認。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。アイテム、あのね、もうアーマークソ壊れてるから、よし、崩壊始まった、崩壊始まった、あ、ほんと始まるわ。え、やべえな、結構遠いじゃん。そうか、俺こんな離れてると思わなかったから、どうしよう。とりあえず息継ぎはした方がいいです。あの、そう、右側の陸に上がって陸から行った方がいいね。せっかく体力200あるから。足音してる？してないか。もうデッサ使えば。デッサ使って走ろうぜ。走れ。体感からやばい。で、あの、もうちょっと目線上げて、その、すぐ構えられるようにして、そう。あともうちょっと気持ち下げる。いや、いいよ。お前、あの、足音ほんとしないから、全然。走った方がいいっす。動くならもう、今走りどく。その対岸の攻撃怖いなら、あのバレそうだけど対岸は割と距離あるから、うん、そうだね、あのこっち打ってバレる方がリスク。そうまさしくその通りで、ただお前の右側のやつは、うん、その仕留めたくなったら降りたら仕留めに来れるから結構打ってくる可能性あるのよ。もう左のやつはその気になってもとどめさせないからさ。あの家入れば、左の家安全。いや、あの、あそこ、まあ、エリアが今やっとエリアないの。あれエリアないじゃないの、そこ。あ、ダメっぽいね、確かに。お前の感性で裏表裏あるからね。いや、なそこ見んの、だって音鳴った。嘘、だとしたら構えながら待った方がいいですよ。そうさらなる崩壊が予想される。ね、指定されたセーフゾーンに向かえ。俺が見えてない方向にいるんだよ。あ、本当だ。あ、いた。おー、ナイス。で、あの、まず回復。てか、お前、もう場所バレてるから、できれば岩の裏、お前、その岩の裏に行った方がいい。そう、上から撃たれるから、そう、そこに隠れて、まず回復。オッケー。もういい、その後ろは気にしない。右、音鳴った。音鳴った。あ、本当だ。構えて、まず構えて。
来たの。報告。サークルの崩壊が始まる。いや、構えながらがいいよ、とにかく。そんな遠くいないでしょ、その足の音。もっとでかいでしょ。構えながらがいいっすよ。崩壊させるしかない。そんなとこいないっしょ。音でさ、近くにいるの分かってんだから。岩の裏同士。うん、だと俺は思うよ。じゃあなんか投げたくない？それそいつに背を向けるな。2分の1？え、てかいや、もうあの、のしのしって裏回った方がいいと思うけどね、俺は。え、とりあえず岩の裏行った方がいい。何にしても。上にいるやつからも危ねえし。もうあで走らなくていい、あの遅いから今崩壊、うん、なんでそっち、あ、いい、あ、惜しい。そうだな、今ちょっともうちょっとだけ狙う力があればな。岩の裏隠れると思ったら隠れてこっち出てきた。うん、いや反射的に多分動いちゃっただけだね。あ、なるほど。なんかよっ良かったのか運が良かったのかだな。まあちょっと運良かったのもあるけど、さっきのその音鳴ってからとかの対応と、あと、うん、まあなんで あそこにいると思ったか分かんないけど、ちゃんと敵見つけたこととかはすごい偉いと思う。俺 あれ見つけられなかったし、多分。そうか。まあ今日の中では一番いいわな。まあそうだね。あのちゃんとまともに電子にして音聞きながら戦うっていうので運任せにしないから。というわけで攻めようか。そうだ ね、 まね、攻めるのが大事だ。攻めよう。てかあのね、あれだよ、なんかの歌でもあったけど、うん、進まないと何も学べないっていう。何それ。なんだっけ、多分ね、あのシングストーリーとかなんかイギリスの映画かなんかであったやつだ。その歌詞の中にあったんだよ。だから何かをしないと何も学べないから、うん、もうやるしかないっていう。オッケー。